さあ心霊トンネル。パーなんかおった。魚いそうですけどいないですね。まあ、人為的に誰かが金魚とか入れてる可能性もあるけどね。さあやってまいりました。こちらがとある心霊スポットのトンネルですね。この霊気が吹き込んでおりますが、ここに住んでる生き物ー、今コウモリ見えた、コウモリ生き物ー、生き物ー、コウモリは他にもいろんな生き物が住んでるんで見ていこうというわけで見てみましょう。カニですね、カニさんですね。サワガニがいますね。しかもサワガニこれ子持ちや、子持ち見える、赤ちゃんガニがいっぱいいますね。赤ちゃんガニを育てているんですね。感動しますと。赤ちゃん1匹忘れてるぞお前。赤ちゃんが1匹取り残されている。赤ちゃんが1匹取り残されています。他はカマドウマとかクモとか変な虫ばっかりか。カニ結構いると思うけど、あぶねえ。あ、カニいますね。カニがいました。この下サワガニ潜っていった。こういうとこサワガニ結構いるな。これ繁殖してるやん。でもサワガニぐらいしかいないか。あ、ここにもいますね。これでかいの、でかめのサワガニいる。潜っていった。もうなんかすごいな、俊敏やな。これは子持ちやからゆっくり逃げてるだけですね。あ、見て、何これ、マックロクロスケのモデルになったやつかな。マックロクロスケのモデルになったやつ。夜のこういうトンネルで変な虫いっぱいいるよな。カマドウマなんてポピュラーやん。変なのいっぱいいるよ。ヘビもいるかもしれないんでちょっと気をつけたいです。で、生き物調査さらに進めますか。こう魚いそうですが、綺麗な水ですね。非常に綺麗な湧き水なんでめっちゃ綺麗です。で、カニがいます。カニやっぱりね、サワガニがいっぱいいますね。こちらにも変な色ですがサワガニ、まあこういうとこでサワガニしかいないかな。で、水がめっちゃ綺麗なんでここで取ったサワガニ食べれそうですね。カニがいます。カニ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 、サワガニ、サワガニもこれ寄生虫いるから、触った手で、鼻くそをほじったりはしてはいけません。可愛いけどこれ寄生虫いるからね。触ったらちょっと手を洗っといてくださいと思ったら、ここにもカニがいる。カニまみれ、めっちゃカニいるぞ。ここにもカニがいる。これちょうど今なんか子供がいる、産卵シーズンなんですね。子ガニがいっぱいいますね。ここにもカニが、コガニがいますね。おっと、登ろうとクライミングしてるぞこいつ。クライムガニ、サバガニもね、揚げたら美味しいんですけど、結構進めましたね。これは生きているんでしょうか、このカニは。 This is カニ。カニさん生きてますか。生きてましたね。しかも赤ちゃんいますね、子供。結構カニがいるぜ。サワガニ、ここに飛んに来ようかな。なんかサワガニめっちゃいるやん、ここ。
サワガニ飛んでくるとここにしようかな。ほら、これサワガニ結構いるな。でも穴にすぐ入るね。まあちょっと罠仕掛けりゃ取れるから。こういう水路マジで面白いよな。サワガニ以外いないかな。なんか珍しい生き物みたいな。